章野俊也は、東海テレビ放送のアナウンサー。兵庫県西宮市の出身で、兵庫県立西宮南高等学校を経て、立命館大学文学部へ進学。大学卒業後の1988年4月1日付で、アナウンサーとして、東海テレビ放送へ入社した。入社後は、報道、情報番組を、主に担当。 2007年7月から3年間は本社のアナウンス部を離れて東京支社で自社制作の帯ドラマの宣伝業務へ専念していた2010年7月から本社のアナウンス部へ復帰したことを機にアナウンサーとしての活動を再開2013年4月から3年間にわたってアナウンス部長を務めたその一方で中日新聞長官の生活面に毎日 掲載されている暮らしの作文を音読するという試みをアナウンス部長時代の2015年から開始。自身が手本になって暮らしの作文を音読した音源を新聞休館日を除く毎日東海テレビ公式サイトの専用ページで公開している。音源については自分で IC レコーダーに収録しているとのことで音読の音源を公開したコラムは 2021年6月2日の時点で2000作にまで達している。以上の試みは放送対象地域の中京広域圏で音読の会の開催などに波及。2021年7月13日には前年来の新型コロナウイルス感染拡大への防止策としてマスクの着用が社会で広く求められていることを背景に執筆した著書マスクをしても 通る声を作る。声のプロが教える。すっきり3分音読が、順報社から発売された。ありがとうございます。